のマッチアラベルの展示会のまあ、伴って、どん底の松がなかったんで、私持てると、うん、たまたま平川さんの方から回ってきてたんだけど、そうなんですよ、もともとは、うん、それで、そもそもの方でまた貸し出すというか渡して、まあ、展示することになりました。平川さんは当初からどん底に潜入していたんです。でもあるけども、この人は日本画家、画家なんですよ。本職っていうか、画家なんですね。日本画家なんですよ。それで、どん底の、その面は、建物の面であるけど、中についてはかなり詳しく、専用意識やっていながら、あとで、まあ、聞き漏らしたこと、あるいは聞きたいことあったら、平野さんにどんどん質問して、聞いてください。平野のことは分かっているはずです。鈴木さん、隣の鈴木さんは写真とブライダーという人で、平野さんの後から今日一緒に来てもらいます。あ、はい。それのことです。それではよろしくお願いします。はい。はい、それじゃあ、まあ、何分でもいいんですけど、はい、お話をじゃあ、ザックバランに、していただければ。私は昭和17年5月13日生まれです。で台湾で生まれましたけども、父と母がちょうどほら何て言うんですか、昔はね昭和22年に台湾から疎開して、父は岩手県なんです。岩手県に平野というのが背が多くて ね。それで母は津軽の浪岡の北中野というところで、それで疎開して南岡に来たんですね。北中野に来て、それで私がその頃はまず17年ですからもうね、5つぐらいでしたかね、入ってきましたね。そこからこう始まって、うちの父は彫刻家だったんですね。それで彫刻家はまあ南岡では食べていけないっていうことで、青森のほら観光土産やってる人の知り合いがいて、じゃあ青森に来て観光土産を作らないかっていうことで青森に引っ越してきまして、まあ今に至って4、5回こう引っ越ししたりしてね、やっと今横内というところに落ち着きました。両親も亡くなりましたけどね、それでのはそこからはその前だけあれですね、今日は日本がやったのが17の時でしたから昭和34年ですか、その頃に始めて、そしてどん底はその前からですね、昭和32年に開業したということですからね。そしてその時はまだ私も知らないで、歌が好きだったんですね。うちの母親歌好きで、とにかくいつもこの古い昔の懐かしい本を出して歌って聞かせてくれたのは覚えてましたね。それで歌が好きで、結局なんかの新聞でね、そのどん底の5周年記念だかという催し物があるって、なぜかの歌のコンクールがあるって、どうぞ募集してくださいってことでね、記事が出たんですね。それで、あ、じゃあちょっと歌ってみようかなと思って、単身乗り込んで、初めてこのどん底というところに行きましてね。で、その時はもう、この見ての通りね、あ、写真、あ、これですね。これ、ちょっと待って、これちっちゃな舞台というかね、隅っこなんです。あ、してみてもいいです。その時まだ20歳ぐらいか、20歳前だと思うんですけどね、それでそこのところのちっちゃなところでこのアコーディオンとなんか前のそれからそのコンクの時はなんかねギターとかも来てましたね。それでそこの時に来て、なんかよしコンクールに出ましょうと思って歌を選んで、何だっけ、あの大津よしこの歌を歌ったりしてね、それでその時はもう何もいましてね、また上手い人がいるんですよ。それでそこにはどん底にはその石岡さんという方で、その後ろであの眼鏡かけた歌ってますでしょ、ね、その方がもう専属でいてあったんですよ、男性の方で。それでほら後ろにあのアコーディオン弾くね、その北山さんという方がいて、そうあの歌ってる方とね、で私後ろで待ってたりしてね、それで今度はそこでよしじゃあはい歌いましょうということでやって、今度コンクールですからね順位がありますよね。そこの時私ね
残念ながら2位だったのよ。男性で前から書いてね。いや、まあいいやと思ってね。それを楽しくやってたら、そしたらこのそこのバンドの方が、あれ、これで歌ってみないかって。で、その男性が、歌手の人が、石岡さんという人が、私今度、例えば、だいぶ歌って一緒で2人でやってたんですよ、交互にね。男性は男性の歌を歌ったりして、私は意外とこう、女性っぽい歌を歌ったりしてね。やってて、そしたらそのうちごと、石岡さんっていう方が、辞めるって、辞めたいからっていうことで、じゃあ今度私がこの代わりにじゃ専属やりますってね、やることになって、それで その、それから、何ですか、昭和38年、39年と、やったんですね。それからずっと歌ってまして、まだ若いって、二十歳前です。そうです。二十歳ぐらいの元鏡よね。あ、そうそうそう。あの頃、ね、こう似てるっていうの流行ったでしょ。だいぶ鏡よね。ねえ、もう、もううちの捨てたから。捨てたから。大人でしたから。あれ、これでね、逃げるのかなって一生思ってた。その、そうです。その頃、それでね、高校生なんかもよくほら、隠れてきてやったんだって、うん、あそこ薄暗くてね、あの、なんていうんですか、作り、こう、大体の水は作ってきたんだけどね、そう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 。それわざと暗くしてるんですか。そうね、どん底ですから。そうそう、どん底ですからね、薄暗く。結構イメージ、どん底なんですね。そう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 、暗みたいな感じだからね。で、あの入り口に大きいこう蔵のね、扉がこう2つバーンと開かれて、そしてこうちょっと階段もいっぱい階段があちこちになってね、それでそこのところも壁だってもうボロボロの壁なのがあったね。柱も今度あの古民家みたいなああいう木みたいなこういうのを半分こう出して、あと壁塗りもボロボロ、それであの簡単の後ろにですね、その天井まであるその何て言うんですか、この空のボトル、そうそう空のボトル、あ、その写真ありましたでしょ、後ろにね、それがずっと天井まであるんです。まあ使えるのはほとんどね、下の段とかでしょうけども、それ飾りでやったんですよね。もうちょっとほこりっぽかったけどもね、すごいこういろんなこう昔のボトルがあってね、吹き抜けで、吹き抜け大半でだ。そう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 。多分なんか一瞬あのキャンバレー赤坂だろう。似てますね、あそこはそうですよね。ね、そっくりだ。そうそうそう。でもそれはちっちゃくて狭くて、それであのクリスマスになるとね、その天井からね、吹き抜けから大きなその木に、次の木にこのクリスマスツリーバーッと飾って、それでぶら下げてたんです。なんかいい時代ですね。そう、本当はああいうのはめったになくてね、それでみんな憧れてそこに行ったり、それでそこほら薄暗いから、アビックの上の方に行く。全部あそこね、中地下、その簡単なあったところ、そこの下のちょっと地帯になってるのね。それでまだ左のその脇から階段行くと、中、ね、中なんか、とにかく全部中ぐらいになってこう、至る所に階段が5、6段あってね、登って、そしてこう、雲、なんて言うんだけど、アリの巣のような感じだね。だからみんな、アベックは奥へ奥へ行ってコーヒーいっぱいで、ね、バッタンしてんだよね。で、ボーイさんも、よく知り合いがいてるの、あの、なんか、くれますわ、いやいや、何してんやって言ってコーヒーいっぱい、あの頃だから、コーヒーだって何時ですもんね。20円とか30円とか、この写真で見るとね、どん底カクテルが50円で、ストレートが40円とかっていう看板が出てましてね、それでこのほら、その時はもは、ずっとそある程度そこで勤めて、お上手ですね。あ、これは広い存在なのよ。半分つがるけどもちょっと私がそのあの何でしたっけ、これそう、出たり入ったりしてないんだって。え、あの座席の方はさ、と出たり入ったりしてないんだって、真っ直ぐなんだって。そうそうそう、回っていったらもうそ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 う、
今までもよく行ったそうですよ。ああ、そうでしょう。じゃあ、コーヒーいっぱいで何つかもにバタでしょ。もしかして、ね、酒飲むか分からないけど、お顔は分からないけど。今日は何年か何年まで営業したのは30、あ、まあ後で、見せますけども、32年から7年ちょっとだそうです。30年くらいだそうです。あの5周年というのは、あの楠木スタッフとさ、マッツも使ってるんですよ、いっぱい、何枚も。その中で、一つ、ね、5周年記念って書いたマッツだったのさ、それが。それですね。あ、その独特だわけだ。すごいね、それ昨日の午後の話なんですよ。出発はございません。いや、あの、ほら。ニコの私のラスキンの記事を見たんですが、そうか、そうか。そういえば、自分でもラスキンのマッツある。うん、あ、募集で、そうですね。そして歌う人を募集して、そうそう、コンクールみたいなのがあったんだね。ええ、私もあの頃、歌好きであちこちにコンクールに出たりしてね、いつも金子金婚館、金婚で終わりだったのに。カーマで行くと。歌うまい人がいっぱいいてね、私は何もうろ覚えで好きなだけで出たりしてたから、それだったけどもね。それでも、ほら、運よくたまたまこの、ね、バンドの人と出会って、それで、あら、ちょっとここやってみませんかってことで、そこへしばらくいてね。で、その衣装さんという方は、もうほら、辞めましたけども。で、私だけが一人でね。で、あの時は、何時か、科目土、うん。ね、毎日でなくて、出勤がね、うん、って歌声がそれあったんです。毎日でなくてね、ね、曜日が決まってましてね。ですからその点は楽でしたの。で、私その頃ちょうど日本語もやってまして、弘前の先生通ってましたので、弘前に通っていっちゃ帰りに今度、そのお店に寄って歌って仕事してたのね。あの頃給料がね、6千だったかな。高いの、うん、で、あの頃ほら、歌でなんか1万3800円とかって給料があるね。ありましたよ。もう一度。1万3800円って。そうそう、それなってはわからないけども。で、リュックがありましたもんね。それで、それが EQ のね、目安みたいで。それで、まあ一応6千ぐらいいただいてね、5、6千いただいたと思って。おー、よかった、アルバイトになったと思ってね。バイトにすればかなりの高級なんじゃないですか。あ、そうですか。いや、わかんないです。当時、使い応えはどうでした。あ、そうですね。あれですけど、裕福でしたね。でしょ。それ、昭和な37年の頃の給料。あ、そうですね。5周年記念で。37年で。2年から5周年だと37年ですね。でしょ。37年の6000円といえば。あれ、趣味かだ。うん。高卒が大体それと前後するぐらいの給料です。ただしその半分しか出てないで1ヶ月分もらえたってことは、今の高卒の倍ぐらいの。ああ、そうですか。だから市役所入ってさ、35年って、あの入りまでの時だからね、正職になっても37人だからね、その時で7000人はいなかった。ああ、すごいですね。よかったんですね。よかったですね。何時間とかどうでした、1日。いやいや、ほとんどね、ステージが3ステージぐらいかな。ああ1回ね、歌ってまた休んで、それからまた歌ってまた歌ってとかでね、確か2、3回はステージあったと思いますね。で、その頃今度、そして歌ってるうちに、そのバンドの人が今度あのほら、あのキャバレーで歌ってみないかって。自分とあのこのバンドの人がゴートネット見てたの、バンドで。で、ほら、空いてる時にこう来てたんだね、あの時にね。で、そこであれ、キャバレーに歌いに来ないかって声がかかりましてね。ね、あ、何も歌、私は譜面も読めないしね、歌もあまりとたくさんわからないけど、まあいいということで、何曲は自分のほら好きな持ち歌をね、あの持ってればいいからってことで。それで、このキャバレーのあそこはどこ行った、フロリダにもいましたね。ああ、フロリダ。うん、スカニューサロンにも行ったし、それからあの今のゴールドにもね、よく大きいステージだとほら、あの歌詞の前歌えたりするわけね。そういうのやってるうちに、まあなんとなくこうそっちの方の世界に入っててね。で、今度はあとは何ですか、バンドの人に頼まれるとやれ、パーティーだ、結婚式の後だ、そうそう、宴会だ、それからあと地方回りもしたの。
あの何ですか、あの東日報のなんていうんだっけあれは、記念の読者記念っていうんですか、読者の皆様にサービスするので、はいはい、歌謡民謡舞踊とかって3つ組んでね、あっちこっち回って、ね、県内じゃない、下北も下北最果ての大間から ね津軽半島、それからうちはまあとにかく東日本のほら、うん、配布してるところですよね、うん、販売してるって、うん、お店のね、うん、でそっちの方も頼まれたりしてね、セバー筑山とかうんつぐとか、はい、多少わからんであった筑山さんとはあの、うん、しょっちゅう一緒でしたね、あの頃まだね、うん、名前が売れてなくてね、うん、であの三味線弾く人がほら付き人だったわけ、みんなね、筑山さん目が見えないからね、うん、はい、で一緒に雑魚にしてともあったりしてね、って話聞く面白い人だなと思ってね、それでそしてやってるうちにまず今度 R.E.B. の石田さんという方がいて、その人が今度作詞作曲する人なのね、好きで、それでコマーシャルソングを今度出したわけ、はそれが、昭和38年39年でしょうね、石田さんね、R.E.B. の石田さん、石田正さん、そうです、あの今その会館なんか表現とかああいうのやってる、なんて会社でしたっけな、葬儀企画、葬儀企画、そう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 、それに対してね、まだ元気でいろいろ、あの方の草薙日本舞踊やってきたね、はい、それでその時にあの何ですか、菊屋のメガネと純物婚活、ロケット2豆、うまいハム3ハムっていうのでね、あの録音したりして、うん、今でもこうあのつぶやきます。これ CD にね、石田さんがまたね、3ハムって青森の会社の製品ですか。そうです、これ全部青森の製品です。CD ではあるんですか。あれ3ハムってまさかメガネ立つぞの相手ネビル、そうかもね、サンハムですからね、いきますよ、これなんですか、クマシルソング、はい、これ自分の婚活、はぁ、あ、こっち覚えてる、小平間さんがもちろんそうです、今で言うあそこですよね、あのビリヤードの曲が活躍してくれました、あの今の商店の栄光先生飾れたもんだな、それであの頃あそこの街頭今優先ですからね、それで結局それでしょっちゅう流されてさ、だから俺は覚えてるのに、そんなんだよ、ラジオとかでそういう頻繁に行かねえから、そうそうそう、今でも俺は分かるってのはそれなんだ、ロケット2豆、これドキドキしてるんだろ、この豆腐こんにゃく屋だと思うんだ、かまだ大前かまだ屋が、そうだ、でこういう今でもあるよね、こういう風になったら、ね、石っぽく入ったのが美味しくてね、それこそロケットのような、そうそう、ロケットのような形してたからでしょうね、あすごい貴重なお面ですね、ちょっと、それいいですか、これは菊屋の目がで、これ初代時間私がね、初めてやって、今2回目も3回目もあるみたいですよね、大きいのね、ね、よく流れてたね、新町とかね、新町とか優先も限定あるみたいな、ほんまに優先だな、優先だから小学校の頃から街中がこれで増えるのよ、だんだんだコマーシャルでね、だから俺の記憶はほとんどこれ優先、新町のお父さんの役だからね、
たギャマさんみたいに職員来てやっと残ってるんですよね。あ、僕の婚活の歌も歌詞あれば歌えるよ。あ、そうですか。あ、今ね、メロディーを思い出した。それもね、この歌聴いてね、初代っていうか、今の社長さんはね、記憶ないって言うんだって。これ一回ね、ラジオで放送されたんですよ。で、あの、高木保さんっていらっしゃるでしょ。はい、あそこ11番館の、はいはい。あの方もね、作詞したのがあるんだよ。どれだったっけ、ね、これは何だ。あ、これはね、あの、あれでした、ね。あ、そうそうそう。これ花。これ花。いつも湯気を和やかに。サンハム笑顔で満たすうまい春、ハム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 うまい春、トントンタンハム夢の味、この親父の洞窟なんだよ。あ、そうです。トントンハムうまい春、みんなの体を健やかに。これが作詞したんじゃなかったかな。作曲はほとんどあの石田さんがやってましたね。あの方ほら音楽ラッパも吹くしね、いろいろこれもやるしね。作詞は高木さん。高木さんだこれね。はい、サンハム。またカンポカの CM はそのままやってなかったんだ。やってなかったんだ。一応とりあえずこの4曲がね、それでその石田さんもほら、もう自分もだいぶ年出しって、うん、私が歌ったあのご当地ソングのあれを全部 CD にしてくれてね、あの北ゴンってあるでしょ、あの盆踊りのあのアスファムでやってたの、うんうんうん、確かに県内で全部で集まって盆踊りする、うん、あの時の歌もね、何してか北盆踊りだがっていう歌も作曲したり、いろいろまあ滅場のほら三内の丸山の歌とかもね、いっぱい歌ってましたね。作っちゃ持ってくるわけよ。それであの何でカセットテープ持ちて、これで覚えてて歌詞とね譜面と持ってきてね、じゃあいつそれ録音しますからってことで、あの石田草原のほら2階があってね、ここでなら録音するとかあって。これはね、あの、あれしたね、おもちゃのマルチ。おもちゃのマルチね。うさぎのマークな。うん。今は、これは歌ってなかったんですけどね。前のその4曲はね、歌ってましてね、入れてくれて。これメロディーだけってな、どうしてメロディーだけなの。あ、結局カラオケ。これは多分、どこがカラオケなんだべ。歌詞があったと思うんですけど、誰も歌ったっていうあれもないんだよね。ね、これ優先で流してもらうのが嫌だよね。そうですね。誰も歌ってなかったのかな、その途中で。うちも来ないからね、別にね、歌わなかったんですけどね。これテープでお持ちなんです。テープで音源を持ち。あ、これ CD ですか。いや、まあ、それを CD にしたわけですよ。CD にしてくれて。元々はテープでしたね。あ、テープでしたね。あの頃テープ映えでしたので、まあ、テープってあのちょっと逆戻りしたりして練習できるの大したらいいのね。伴奏だけ聴いてるとね。あ、そっか。CD はダメよ。そうそう、CD はね、ここ後ろバック戻したいっていう時で戻れないのよ、バックか。あ、全部一曲ね、戻るっきゃ。CD は、ああ、こういう機械ではノリでしょうね。まあパソコンだってピッとこうやれるんです。そう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 。おじくしていっぱい作ってくれてね。おかげさまでこっち残ってましてね、はい。まさか子供の頃聞いた人がこのお方だとは。あ、なんで。まだ生きております。じゃあ、皆さん、あの積年のラブレター書いて出せばいいんです。そうでしたか。これは何年ですか。ね、この38年か39年ですね、昭和、はい、38、39。一応お話は
よろしいですか。あ、よろしいです。まだあの、いや、喋ることある。どん底のこと。あ、どん底ね。あ、どん底、どん底。あ、それでね、社長さんってあまりこのどん底のね、社長さんってお会いしたことなくてね。それでもね、皆さん。谷屋さんだったの。え、福士さん。福士さん。谷屋さんでしたね。ね、それであの、なんかあの、なんか、年末になった正月でしたっけか、なんか春でしたっけか、なんかお花見に行った帰りに、福士さんの自宅、種屋さんのね、はい、2階にまた行って、はい、なんかごちそうになったりした記憶はあるんですけどね、あんまりお会いしたくなくて。なんででしょうね。なんでですね。別にあんまり顔出さない方だったんだ。知らなかった。あと、ほら、マスターとかね、だからボーイさんとこはいっぱいいるけどもね、で、ここまた狭くてね、この2階でもどこでも上がるときは、ボーイさんがこう来て、お客さんがこう上がるときはね、もう、ボーイさんはさ、あの、何だっけ、ボール、あの、何だっけ、お盆をこう上げないと、こう取れないの。おーってこうしてやってね、そこのマイクをす、ね、横になりながらこう取ってたもんね。もうとにかく中何回っていうんですか、込み入って、うん、どこにどこがあるんだかさ、本当に。あのその経営者の方からこう例えばどん底を始めるきっかけとかそういう話は伺ったことはないです。あ、全然ないですね。平本さんはあれですよね、あの、あ、平井さん、あの、うん、いただいた資料の覚えなんですけど、東京で歌声喫茶が流行り始めてからね、その影響あると思う。 2,3 年でこの開業というか店開いてるわけで、うん、東京で始まってきたんだよね、あの頃。そうですね、ともしび、ともしび、カチューシャ、カチューシャ、カチューシャとかともしびとかが東京、あの新宿あたりで流行ってきて、で、青森でも、私はシャンプーでもいいか、青森とんどこの方がね、初の日のどんどこというの同じ傾斜がどうか、うん、初の日でもあるわけ。それが、まあ、初の日の同じ傾斜がどうかわからないけど、同じどん底なんだよね。で、町も同じだったんでしょ。町はさ、もう合ってないんでわからないけど、これ初の日の、あ、初の日のどん底の歌集です。山田さん、これ5周年記念の名前だけ真似して初の日でもいいしたとか見せてもらった誰が見せてもらった真似してね、やったかわからないしだと夏ではないんでねその時に応募されてコンクールインデーでね、準優勝されて多分、まあ、その時にまだ記念のマッチ作ってるんじゃないですかね。どんどこっていうのは例えば東京のどこに例えばあったりするとないですか。いやー、どうなんですかね、そこまでは。大したもんですよね、どんどこっていうのね。会場にあるんですけど、ロシア民謡のどん底を一番最初に出てくるのが。あ、これありがとうございます。ロシア民謡、それで多分、その頃ロシア民謡流行ったね。そうですね。はい、これあと、ラジオ会話の歌とかね。ロシア文学の中さ、タイトルなかったか、どん底って。ではちょっとじゃあ畠山さんに畠山さんに、まあ、あの当時さ、職場で歌声図が流行ってさ、うん、そうでしょ、あつこつでさ、うん、職場会議でさ歌声やったもんね。例えばね、夏がキャンプに行ってもね、ちゃんとサイヤーを囲んでね、泣いて出てくるのがロシアの、あ、そうそうね、出てきた、要するにみんなで歌いやすいよね、あれはね。マッチだ。エディン曲でほら、あの、何でしたっけ、藤川勤さんが、ね、あの方もこうやる人で、よく作詞作曲して自分でね、郵便局の田村さんの人でした。作詞家の人が、藤川さんだね。藤川さんとこは接触があります。あります。もうバンドでいつも一緒でしたからね。私、藤川さんからはですね、音源かなりいただいてるんですよ。あの方はね、何年か前に亡くなられて、そうですよね。藤川さんの音源も実はあのインターネットで聴けるようにはしてあるので、あ、そうですか。、まあ、もし聴けたら、はい、自分でね、こうあの、演奏してテープにもう多重録音して、で自分で声も吹き込んでね、歌もうまいしね、あの方ね。そうそうそう、でその後ほら、あの、何ですか、あれ、今のほらカラオケ教室もやったりしてね、その方に結構行ってる方もいましたよ。あ、NHK の文化センターにも行って、講師やってました。それが、あの、いや、
今田さんに聞けばいいんですけど、町名のほら、町名のあれが私なんか柳町が境だと思ったらそうじゃなくて、あの宇都神社の前が境なので、で昔のあの米町とか寺町というのは要するに通りの両側を行ってるんですよね。今だともう通りでこう右左で分けてるけど、当時の古い町名は寺町だったら、あの寺の前の東西の東西の、うん、寺町なんですよ。だから私も最初これ見たとき、米町一丁目って米町、まあよくよく地図見たら要するに今の柳町ですよね、うん、米町と表示してる頃は一丁目とか町目ではない。あ、ごめんなさい、そうですね、はい、あ、でも米町一丁目って書いてます。なんだこれ、これあ、本当ね、うん、やっぱそこだけ島津界隈近いところはそういうふうに町名、いや、大松も一丁目でしょ、ありましたよね、何丁目何町にはならないけど、一丁目とかはね、一丁目何番とかって感じね、あ、鳥の区切りから区切りまでの区画で一丁目一丁目、一丁目何番って何丁目何番か、こうつのはその後なんだなと思う。あ、それでまた話変わりますけど、思い出しました、はいはい、でその石岡さんっていう方がね、一緒に歌ってた方が、その男性の方があのオペラ研究会でやってたの。あ、でそれはあの萩野正造先生というこの歌曲だ、お医者さんでしたよね、医者さんですね。それであの何でしたっけ、朝虫の萩野旅館のね、うん、息子さんだとかって、ね、その方がこのやってるオペラ研究会というのがあったの。それでその石岡さんという方にまだそれにコーラスにも誘われて、でオペラもやったりしてさ、あの私あまり演劇あまり好きじゃなかったんだけどもね、みんなしてやって、であの何ですか、むつとか五所川黒石とかみんなしてコーラスとね、オペラの一座組んでさ、みんなして回って歩いたりしてね、うん、そういう時代もありました。ちょうどその頃ですからね、ちょうどどん底がまず機会になって、歌の世界とかいろんな知り合いができて、うん、青森定心病院の先生だったんですね。そうでしたよね、はい、どうも、はい、私は1年でその後東京に行ったの、朝の師匠が今東京にいらしてね、ええ、なんかね、お医者さんしてね、ね、のご自慢で優勝したとかって、ね、そうですね、バリトン歌手か、いい声でね、それで見なしたの、ママのテコナダガっていう、ね、それを演じましたね、みんなでね、私はこう村人の役でね、じゃあ一応その辺でよろしいでしょうか。はい、どうもどうもありがとうございました。じゃあせっかくですから、あの平賀さんのお話聞いて、ちょっとここは聞いておきたいなというのがありましたら、どうぞ、2人ぐらいまで、はい、あ、何もないな、今言っちゃったから関係ないんだけど、一つだけ口になってるんだけど、はい、昭和38年の1月が2月頃、県営の体育館さ、あの坂本九とダニーだとパラダイスキング、ここね、読み国したことあるんだけど、しょうがないですか、誰もわからない、誰もわからない、証拠写真持ってるのに、あれまだ一人も現れない。あら、行った人が。え、あの、あ、行った行ったとか覚えてるとか、一人も出てこない。これほどみんなね、忘れられるもんだんだけどね。びっくりした。私はね、あのね、コマ撮り姉妹とか、大見ひろこ、その他の死に会が先立つのは覚えてる人多いんだけど。で、その人たちの前歌はやったことあるの。あのほら、農協で呼んだりしてね、平野の農協にね、コマ撮り姉妹がと、大見ひろこが来たの。うん、それでその時は私、前歌でほら歌ってね、そういう記憶がありますね。いや、あの頃まだほら、コマ撮りしない、今ね、テレビに出るけども、変わりましたけどもね、あの頃可愛くて、今言い方し、あの頃若かったから、そう、あの記憶ありましたね。まあ、あの名前が売れてからだ、先に分かるけども、名前まだ出だしの頃すら、その頃だったらもう、超一流のスターですよ、コマ撮りしないなんて。そう、うん、で、ちょっと名前が、あれだのは、鬼広子ぐらいのもんで、でも鬼広子も一曲出したからね。そう、あのあれギャグのネタにも使われたじゃない。音楽は落として、広真似して鬼広子って。
く。だけどまさにご飯食べるあのデータベース。あ、私これ一ついいですか。はい、その当時、まあ、どん底を、まあ、いろいろ調べ、まあ歌声喫茶、ええ、で当時どん底以外に歌声喫茶みたいなどこはどんなとこは似たのはあったのはね、はい、あの、ええ、新町のね、はい、葵っていう喫茶店、ね、葵、ええ、の町どこでもいいな、あそこね第2弾になったんだけど、もうどん底がちょっとこう、はい、下みたいになって変わったっていうか、それともやめて変わったっていうか、いっぱい行った記憶があってね、どんなのかしらと思ってね行ってみたんだけど、あれ普通の喫茶店だった。葵の肛門の葵、あ、そうです、葵草冠に、はい、はい、すごい暑かったんだ。やってたんですよね。この町ね、どこで見ました。市役所の横にね、うん、世間のとこね、アタクシャって言われたけど、ウィンダースリーあそこで無駄やってより、あ、無駄やりましたね。無駄やって、そうそう、私よくさ、あの、あそこから来て歌声やったりしたもんだから、あ、そうなの、歌うんだって、私も学校で初めて喫茶店に行ったのがウィーンでしたね、うん、あそこはクラシック聴かせるというほら好評な喫茶店だったから、うん、我々高校の時店前のラベルでしょ、あ、ラベル、ラベル、はい、それから市役所のところのウィーン、それから新町にさった、コロンバン、あ、コロンバン、うん、はい、その3つくらいしか行けなかったですね。その、歌声喫茶のですね、そのみんなで歌うというのはどういうタイミングで誰がそのこうコントロールするというか、あそこは誰がコントロールしちゃったんだろうね、葵はちょっと、いや、どん底で、あ、どん底、はい、あ、コントロールだ、歌はね、そうそう、自分で選ぶの、え、自分で選ぶの、その歌う目的からただ各グループが一斉に同じ曲目を歌う場合はさ、そうそうそう、誰かがリーダー音頭をとって次は何を歌いましょうとかって、そうそうそう、例えば私がね、はい、まず時間になりますね、今この歌声が始まるっていうことで、その時にその歌詞を出して、あ、この歌詞の何ページの何々で、まあ、例えばカチューシャならカチューシャ、それは伴奏の人が入るとね、やって、それにみんながほら、まあ歌いたい人をね、合わせて歌うっていう、それご時間決めて、そうそうそう、時間決めてました、はい、何時何時って3回ステージぐらいありましてね、うん、8時から、ね、でしょ、ええ、うん、毎週水曜日土曜日、それが書いてましたよね、3日、2日だもん、3日、3日、水曜日土曜日か、毎週水土曜日午後8時より、うん、2回か3回でしたね、合唱の夕べ、それが、うん、みんなで合唱する、なるほど、毎週日曜日、名曲格好クラシック鑑賞の夕べ、日曜日、これは何かレコードかけるとこですか、あーでしょうね、クラシック、あ、クラシックはレコードだよ、レコードですよね、いや、こういうの残ってると面白いですね、ねえ、そのちっちゃいの湯管の暗がりで見えましたよね今見る、メガネがなんか見えない、ね、薄暗い、テーブルシークさんなんかロソクがなんかランタンがなんかポッポってないの、ねえ、ちょっと上からほら吊るされてる、あれ昔の電球みたいな、あの傘のついたようなね、白内障だな、老眼鏡だな、全然ダメみたいな若い人しか行かないから、若い人がそういう人いねだよね、みんな目いいんだね、見えはってくれどこさえいるの、そうそうそう、あそこでさ、平川さんのご家族もなんか青森に来るときた時にお土産作っていったって言ってました、ね、あ、そうか、何で作ってましたの、あの頃はね、うちの父は一頭堀、馬の一頭堀、南部の一頭堀、今の山口昭志さんっていう方が二代目になってるけどね、あの八幡の馬みたいなやつじゃなくて、本当の馬の形、ね、ね、直後だよね、はい、ね、あそこも今アスパルで売ってますね、あの方の前がお父さんだったね、そうそうそう、うちの父が師匠で、お弟子さんがその今山口さんね、うん、年昭秀さんと、はい、それから竹村松弘さんってあの日展でいうほら彫刻展やったり出してるんだよね、社内だね、あ、そうです、ええ、その方が、まあ、お弟子さんというか、うん、一緒に観光宮に最初作ってて、うん、そして自分たちがあのほら独立して自分の作品を作るようになったんですね、昔さ、我々は結局ね、歌声のさ、職場対抗って言うんだから、やって、その間の県の間の全国のやつになったみたいだ、
な、思いたいな。平和友好サイトがさ、いろんな全国の基礎、県単位、東北単位、全国単位で開かれているから、その時にみんな、やるつなぐな。今の時代は、名誉の関係で呼んできたらできる。いろんな流れあったけども、主流と独身のアイデア。あとは将来職場に行って、国会でも作って、職場単位で、建設の主観で、ゼノフラフィンやって。そう。私今ね、その他にあの何ですか、懐かしのプロマイドあるでしょ、昭和の頃のちっちゃいあの袋に入ってくじ引きしたりして、それをね、何百枚も集めてたんですね、それをこの間あのグルッペさんでね、展示会やって、あ、今村さんも、見ていただいたと思いますけども、それもやりました。喫茶店のお店もね、麦原の島に。だから私の俳優とか女優とかのプロマイドを、ね、学生に展示するって言ってた。だから分かる人もそれは分かる人も。それはあの間が駄菓子屋で新聞するすぐさ入ってた、それです。で、あのこんなちっちゃくてこうね、なんかボソボソした紙で分かった、これも狙って欲しいのが出なくて同じ写真が出る。そう名前もありますね。で、一緒に番号ついてね、2とか3とかってついたりして、あ、やったってね、ありがとうございました。じゃあ改めて平野さんにちょっと拍手を。